バスタビジョンプラス。キャー、三尺さんかっこいい。ジーンズが、いやジーンズだけ。というわけで今日はこのかっこいいジーンズを作ってる秋田市土崎の工場にお邪魔します。株式会社ジーンズ MCD の工場長井川さんです。よろしくお願いします。この前ね、県庁のものづくり展示ホールで教えてもらったんですけど、はい、エドウィンの国内生産の半分以上がこちらの工場で加工されてるんですか。秋田県内、青森県内で縫製されたジーンズを我々当工場がダメージ加工や色落ち加工して国内外に発送しています。特別なマシンでも使ってるんですか。はい、独自に開発した機械もありますが、社員で独特な風合いを出しています。社員のおっちゃんが5年ぐらい履いたやつを出すとか。いやー、すると工場に行ってみますか。ぜひお願いします、はい、ここからは生産技術課の鈴木がご案内します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この大型の洗濯機で軽石と一緒に洗ってですね、中古感を出すんですが、はい、この前にですね、もう一工程ありまして、私が履いているようなこういう模様を出す工程があるんですよね。はい、三尺さん、これなんだかご存知ですか。これは洗濯板ですか。これはこれにジーンズを履かせてですね、はい、表面をこすることによってこういう模様が浮き上がってくるんですよ。すべて 3D コンピューターを使って彫刻します、はいはい、それでですね、全部種類ごとサイズごとに作り直します。三尺さん、はい、ここから先は一本一本の手作業になるんですけれども、自然な風合いを出すためには、うん、この手作業がですね、必要不可欠なものなんですよ。お前は自然なシワが、うわ、出てきてる出てきてる、すごいな皆さん。いやー、井川さん、職人さんのこだわりのものづくりがこのかっこよさ、そして履きやすさにつながってるということがよくわかりましたよ。井川さん、最後に今後のビジョンを聞かせてもらえますか。私たちの持っている加工技術にさらに磨きをかけて、付加価値の高い製品を秋田から全世界に発信したいと思っています、うん、世界ですよ。それでは行きましょうか。我々の手元に届くまで、さまざまな苦労のある MCD のジーンズとかけまして、飛行機と解く。その心は、加工して目的地に達します。皆さんのもとへ。秋田県からのプレゼントのお知らせです。秋田県マスコットスギッチのぬいぐるみと文房具のセットを抽選で5人に差し上げます。応募方法は、郵便はがきに住所、氏名、年齢、電話番号と番組へのご意見ご感想をお書きの上、郵便番号 010-8570 秋田県広報広聴課秋田ビジョンプラスプレゼント係までご応募ください。11月14日木曜消印有効です。私の秋田ビジョン、母みたいになりたい。